ハレリア、アメン。ハレリア。こんばんは。こんばんは、ハレリア。こんばんは、ハレリア。雨降ってますね。あったかいですね。はい、ヒカルさん、ハレリア。ヒカルさん、ハレリア。アメン。こんばんは。こんばんは。日本への恨み節、恨みを捨てなさい。こんばんは、ハレリア。ハレリア。お元気でしょうか。アメン。なぜ六芒星なんですかということでね。これはね、ダビデの星ということなんですが、まあ、イエス様のことと言ってもいいですね。この六芒星はイスラエルの、まあ、シンボルなんですけども、これはまあイエス様のこと、イエス様は、星なんですね。星、はい、ですから、イスラエルのメシア、イスラエルのメシアはイエス様のことなんですね。イエス様のことですね。はい、それではですね、何から話したらいいでしょうかね。あ、ガジマ集会は今続いておりまして、今日は大阪ですね。今日から金曜日まで大阪です。まあ先週もちょっとあったかな。先週の金曜日から大阪なんですが、コミュにその教会の名前を貼っておりますので、大阪近辺の人は、まあ、今日はちょっともう行けないでしょうけど、明日、その教会の、でググって電話すれば、場所とか、時間がわかると思います。アメン。ガジマ大会と集会の違い？ガジマ大会と集会は同じです。先週の、あ、そうですか、ヒカルさん。ヒカルさん、先週の大阪のガジマ集会行ってきました。アメン。そうですか、素晴らしい。ヒカルさんは東京の集会と横浜の集会行かれて、そして大阪の集会にも行かれたんですね。素晴らしいですね。いいですね。そうですか、素晴らしい。私の教会にも呼びたいですよね。で、呼ぶにはやっぱりそれなりの準備が必要で、ちょっと私の教会はまだ小さいのでね、小さいのでちょっと呼ぶにはちょっと不十分な感じがします。まあ、もうちょっと大きな教会になれば呼べるんではないかなと思います。はい、はい、それではですね、今日のタイトル、今日のタイトルは被害妄想の恨み節というね、被害妄想の恨み節。まあ、これはですね、まあ、徐々に説明していきたいんですけど、まず、まあ、じゃあアンケートからいきましょうかね、アンケート。ね。まずですね、被害妄想を持ってる人。被害妄想を持ってる人が1。ね。被害妄想今はないとか、持ったことがない。被害妄想を知らないというのが2ですね。被害妄想を持ってる。被害妄想で苦しんでるという人が1ですね。どっちが多いでしょうかね。被害妄想がある人が1です。いきます。1、2の3。あ、結構多いですね。結構被害妄想多いですね。こんなに多いんですか。 49% 49% 被害妄想、ちょっと多すぎですね。では次はですね、何かというと、今度、恨み節ですね。恨み節っていうのは、まあ、要するに恨んでる、人を恨んでるとか、復讐心があるとかね、復讐したいとか、そういう恨み節できてる人が、1ですね。恨み節で生きてる人が1。大体ね、お酒飲む人は大体こういう感じですね。もう、お酒飲んで、こう、愚痴をこぼすとかね、恨みを言うとか、大体お酒飲む人は恨み節です。はい、
復讐心とか恨みがある人が1、ない人が2ですね。お酒飲む人は恨み節で生きています。はい、行きます。それでは、復讐心がある人が1、ない人が2、1、2の3。わお、わお、 52%、 恨み節の方が多いという。意外と多いですね。意外と多い。かつお節じゃないですよ。かつお節じゃなくて恨み節ですよ。恨み節、かつお節ではありません。恨み節ね。はい、なぜ、まあ、こういうタイトルをつけたかというと、まあ、日本人は意外と、被害妄想と恨み節が多いんじゃないかという、そういう思いが来てですね、こういうタイトルをつけたんですね。被害妄想、まあ、被害妄想というのは何かというとですね、あ、自分は嫌われてるんじゃないかとか、ね、自分はなんかこう、こう、な、何かな、自分はこう、自分はなんかこうひどいことされてんじゃないかとかね、妄想ですよね。妄想だから実際はそんなことないんだけど、実際 そんなことないんだけどなんかこう、うん、恨まれてるとか憎まれてるとかひどいことされているという妄想で苦しむみたいな、統合失調症の人はこれが多いそうですね。統合失調症の人はこの被害妄想が多いと聞いております。で、まあ、どのくらいね、どのくらい被害妄想で苦しんでいるかというのはちょっと分かりませんが、今の、まあ、アンケートで取ると48%、半分ぐらいの人がね、被害妄想があるということ、結構高い率ですね。高い確率ですね。それでですね、はい、それで、実はですね、私の父がですね、恨み節なんですね。私の父はですね、こう足が、まあ、悪くて、まあ、ビッコを引いていたんですね。もう亡くなったんですが、で、小さい時なんかこう足、膝かなんかを怪我してですね、で、その膝が曲がらなくなって、まあ、ビッコを引くようになったんですけど、で、その父がですね、まあ、学校でこうからからわれるわけですね。こうビッコビッコって差別用語ですから、差別されてですね、父がですね、こう いじめに遭うわけですね。いじめで、その父はですね、その差別されてね、こうビッコビッコって差別されて、それでですね、復讐心が出たんですね。復讐心で恨んでやるみたいなね。それで、父がですね、恨み節で生きたんですね。で、世の中を見返してやるとかですね、もう、何、こう、いじめられたから見返してやるという、そういう感じで、まあ、父が頑張って、なんかこう、仕事もしたとか、勉強もしたとか、仕事もしたということで、それで、私の父はこの恨み節で生きてた人間なんですね。恨み節、つまり自分のそういう、こうバカにされた気持ちを 恨むというかね、見返すという復讐心、意思の復讐心ですね、まあ、その恨み節の力で頑張っちゃったみたいな、そんな人生なんですね。で、結局のところやっぱりお酒ですね。お酒、毎晩お酒飲んで DV をしたり、まあ、結局そういう人生だったんです。で、その八つ当たりが家族に行くわけなんですけど、まあそういう恨み節の父でしたけども、まあその亡くなる前にクリスチャンになったんですね。で、クリスチャンになった瞬間ですね、クリスチャンになった瞬間やっぱり恨みがなくなったみたいでですね、非常にこうワンマンだった人なんですけど、非常におとなしい柔和な人間に変わっちゃうんですね。
皆さん、クリスチャンになると急に人格が変わるんですよ。クリスチャンになると急におとなしい人、ワンマンじゃなくなっちゃったんですね。もうそれはやっぱりこう恨み節がなくなったからではないかなと。本当に、ワンマンの父がですね、クリスチャンになって急に師匠らしくなったみたいな。まあそういうわけで、多くの人は被害妄想と恨み節があるんではないかと思うんですね。世の中はやっぱりこういじめが多いし、悪意があるし、そのいじめられることが多いんですけど、そのいじめられることによって復讐心を持つ、まあ、これも人間の罪から来るわけですね。まあ、人間のその罪から復讐心が来るわけです。で、被害妄想はなぜあるかというと、被害妄想はですね、実はですね、私の母なんですね。で、母はですね、まあ、地方になったんですね。いくつぐらいかな、70ぐらい、地方になりまして、アルツハイマーなのか地方なのかちょっとわかりませんが。で、その時にね、被害妄想になったんですね。で、どういう風になったかというと、なんかこう、お金がなくなったとかね、何かがなくなったとか、で、あなたが盗んだんでしょうとかね、あなたがどっかやったんでしょうとかね、そういう、いろんな被害妄想になったんですね。まあ、それは地方から来てるんだと思うんですが、でもその、母もですね、クリスチャンになったんですね。で、そのクリスチャンになったら、その、地方のですね、信仰がですね、ストップして、まあ、治ってはいないんだけど、地方が入ったまま、地方が悪化が止まったまま、それから7年ぐらいかな。7年ぐらい、主婦でやってきたんですよ。そういう、ね、この悪化が止まってですね、なんて言うんでしょうかね、生活ができたんですね。もうこれは徘徊しそうだなというふうに思ってたんですが、もう施設にいなきゃいけない、病院にいなきゃいけないというところまで行ってたんですが、クリスチャンになったら急にですね、その状況が良くなって、それで、被害妄想治ったかどうかちょっと覚えてないんですけど、被害妄想も治ったんじゃないかなと思ったんですね。被害妄想も治って、それで、7年ぐらい生活できたのかな。まあ、とりあえず被害妄想が治ったような感じでしたね。まあ、被害妄想っていうのは何かっていうのはもちろんなかなか言えないんですけど、一つは私はやっぱり悪霊だと思うんですね。被害妄想の悪霊みたいなね、まあ、統合失調症も悪霊だと思いますし、うつも悪霊だと思うんですが、被害妄想の悪霊っていうのがあるんじゃないかなと思いますね。悪霊が入ると、まあ、被害妄想になるみたいなね。本当に幻聴幻覚も聞こえてきますし、本当にですね、そういう気持ちになっちゃうんですね。誰かがそこにこう聞いてるとかね、誰かこの盗聴してて、私のこの監視されてるとかね、盗聴されてるとか、それを本当に思い込んでですね、信じきっているわけですね。で、第三者からすると、そんなことあるわけないね、盗聴されてるわけない、カメラなんかない、そこにね、この誰かが忍び込んでるなんて、まあ普通は思わないんですけど、被害妄想の人はですね、本当に信じちゃうんですね。もう盗聴されてるとか、カメラがあるとかですね、こう天井に誰かが隠れてるとかですね、それからなんかこう、なんて言うんでしょうかね、まあそういう、被害妄想があります。それは悪霊だと思うんですが、イエス・キリストを信じると被害妄想も、治ると信じます。油注ぎによって被害妄想が治ると信じます。また、恨み節はですね、これはやっぱり人間の罪から来ててですね、今日御言葉をちょっと用意したんですが、ローマ12の19、ローマ12の19ですね。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする、ね、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたら彼に食べさせなさい。乾いたら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。イエス様は復讐しちゃいけないということですね。人間はですね、正しく裁くことができません。ひどいことされたら仕返しをしたくなりますが、しかしその正しい仕返しっていうのはできないんですね。人間の判断は偏ってますから、正しく人間を裁くことはできません。ですから復讐はですね、自分でしてはいけないんです。復讐は、自分でするんじゃなくて神様に任せるわけですね。神様が、復讐は私のすることである、復讐は私のすることである。頭に燃える炭火というのはですね、どういうことかというと、もし私たちがですね、敵によくするならですね、その敵が恥じるということですね。普通は悪いことされると悪いことするじゃないですか。だけど悪いことされて良いことをすればですね、その人が恥じるっていうのが、その頭に炭火ということですね。頭にこう炭があって、恥ずかしい、熱いなんですけど、恥ずかしいっていうことなんでしょうかね。ですから皆さん、復讐は神様に委ねましょう。神様に任せて、私たちが、復讐することをやめましょう。アメン。アメン。はい、そういうわけで、被害妄想の恨み節。まあ、多くの人が被害妄想を持っている。多くの人が恨み節で生きている。つまりですね、人生の生きる、その、バネというか、力がですね、この恨み節で生きている人がいるんだということですね。演歌かなんかにそんなような、出てきそうですね。演歌かなんかでね、こう、恨んで生きてやるみたいなね。そういう人生はなんか日本人に多いんじゃないかと思うんですが、皆さん、恨みで生きてはいけません。恨みの力で生きてはいけません、ね。憎しみの力で生きてはいけません。復讐の気持ちで生きてはいけません。私たちが生きる原点は神の愛です。神の愛です。神の愛で生きるのが本当の生きる動機なんですね。恨み節で生きてはいけません。ね、愚痴人生は良くないです。愚痴ばっかり言う人生もダメですね。そしてそれはイエス・キリストを信じることによって、被害妄想も癒されるし、恨み節も癒されますね。お酒からも解放されます。皆さんもご存知のように、私もですね、クリスチャンになるまでは、お酒を飲んでましたね。お酒に頼ってたというか、お酒人生で、一種の、なんでしょうかね、恨み節までいかなかったけど、なんかこう、お酒に依存してですね、なんかこう、愚痴をこぼしてたような人生。お酒飲んで、この、なんていうかな、苦しみをこう、紛らわしてたみたいな、ね。そんな人生でしたけども、その恨み節からも解放されました。Qちゃん放送を見てから自然と酒飲まなくなりましたよ。アメン。そこですよ。そこです。クリスチャンは酒誰も飲んでいないの。カリスマのクリスチャンは飲まなくなる場合が多いですね。カリスマ福音派もそうかな。カリスマ派はお酒飲みたくなくなっちゃうんですね。はい。それではですね、英語行きましょうか、英語ね。昨日英語をちょっとしませんでしたけど、ルカの
ルカの4章の、ルカ4章 42? ルカ4章43。I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. この preach っていうのは、まあ、伝道をするみたいなね。The good news っていうのはこれが福音です。Good news つまり良い知らせ。Good news。The kingdom of God は神の国。私は他の町にも、福音、神の国の福音を伝えなければなりません。しかし、それは、私が送られたからです。ね。私はそのことで送られたので他の町にも福音を述べ伝えなければなりませんという、つまりイエス様がこの世に来たのは福音を述べ伝えるためなんですね。福音というのは誰でもイエス・キリストを信じると、救われる、誰でもイエス・キリストを信じると罪が許される、誰でもイエス・キリストを信じたら十字架によって永遠の命を受ける、これが福音です。イエス様は福音を他の町々にも伝えなければならない。皆さん、イエス様は福音を伝えるためにこの世に来たんです。そして私もこのニコ生で福音を伝えています。そして兄弟姉妹の方々も、兄弟姉妹の方々も福音を述べ伝えましょう。福音を述べ伝えるのです。イエス・キリストの福音を述べ伝えるのです。それが私たちの生きる意味なのです。生きる意味なのです。皆さんぜひですね、福音を述べ伝えましょう。マサヒロさんこんにちは。マサヒロさんこんにちは、ね、ぜひ、福音を述べ伝えましょう。今はネット時代ですね。昨日マサヒロさんとちょっと話しましたけど、今ネットの時代なので伝道しやすい時代なんですね。でイエス様はですね、ペテロに網を下ろしなさいと言いましたね。でペテロが網を下ろしたらたくさん魚が取れた。まさに、網のことを英語でネットと言いますから、皆さんネット伝道というのは、網を下ろすことですね。大量の魚が取れます。大量の魚が取れます。ネット伝道はイエス様が網を下ろしなさいと言った。それとちょっと似てるんではないでしょうか。皆さん、ネット伝道しましょう。皆さん、ネットやってるじゃないですか。ネットに詳しいじゃないですか。2ちゃんに9ちゃん込みの URL 貼るのも伝道に入りますか？入りますよ。入りますよ。どんどん貼ってください。どんどん、ね、私の込みの URL 貼ってもいいし、YouTube 貼ってもいいし、どんどん、宣伝してくださいね。どんどん宣伝してください。もう伝道です。伝道ですね。皆さん一緒に伝道しましょう。一緒に伝道して福音を述べ伝えましょう。そして天に宝を蓄えましょう。被害妄想の恨み節の人がたくさんいるのです。被害妄想の恨み節の人がたくさんいますから、彼らを救いましょう。彼らを救いましょう。アメン。それではですね、あ、花さんの放送はですね、一応来週の火曜日かな、1時10分かな、一応予定です。まだはっきり決まってないんですが、来週の火曜日の午後1時10分からやる予定ですので、また、月曜日ぐらいにちょっと、報告したいと思いますので、やっと再開しそうな感じですね。朝じゃなくてなんか午後が都合がいいということで、来週の火曜日の午後1時10分ぐらいから再開する予定ですので、
まあ、あの、お待たせしました。お待たせしました。はい、それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイムね。はい、被害妄想が治った。恨み節が治った。うすが治った。被害妄想が治った。復讐心がなくなった。お酒がやめれた。糖質が治った。うつが治った。明石、スタート。スタート。Qちゃんへの悪意が消えました。以前 Q ちゃんに殺意があったけど、 Q ちゃんの殺意が少し減った。 Q への復讐心が消えました。 禁酒が続いています。 うなちゃんマンを許しました。 Q の放送を荒らす頻度が減った。キューちゃんを殴ろうという気持ちが少し収まりました。どんな国の人でも仲良くなれる気がした。やはり信じるものは信仰じゃ、これ違うね。他人と自分を比べなくなりました。イエス様をもっと信じたくなりました。自分をいじめた人を恨んでたけど、イエス様の愛のゆえに許しました。怒ることも神様に委ねることにしました。あやぺさん、父親を恨んでいたけど許せました。教祖を見始めて集団ストーカーから解放されました。イエス様を信じて恨み節が治った。イエス様がいればもう何も怖くないと思いました。神様を敬愛する気持ちが強くなった。嫁、娘に許してもらいたいです。恨み節を言うことが分かりました。イエス様を信じて被害妄想が治った。アメン。お金のことはどうでもよくなった。愛国心が大事だと思ってたけど、信仰心が真実だと分かった。アメン。被害妄想は悪霊のせいだと分かった。性欲がなくなりました。以前は何でも疲れて嫌だったけど、今はやる気元気、いわき。アトピーからコンプレックスで被害妄想がありましたが、なくなり、コンプレックスがなくなりました。アメン。Qちゃん、ニコ生を見るのはやめた方がいいでしょうか。この放送だけ見てください。以前はお金のことばっかり考えていた。今、イエス様のことばっかり考えています。物欲がなくなりました。統合失調症を克服できそうです。幸せはイエス様がきっと運んでくれると信じてるね。お金に全く執着しなくなりました。金杯の放送を見るのをやめました。 J の放送は恨み節放送だと分かりました。油注ぎを受けてみたいです。イエス様の教えに従っていきようと思った。アメン。イエス様を信じたら、これ喫音かな、喫音が少し治ってきました。
よしさんの放送見るのやめました。天国ポイント貯めたいです。呪ってやるから祝ってやるに心が変わった、アメン。字が似てますよね。下品な冗談を避けるようになりました、ハレルヤ。キューちゃんの言葉が真実だと分かった、アメン。この放送を見ると生きる活力が湧いてきます。放送を3度繰り返して見るようにしたら対人恐怖症が治りました。天国ポイントとは何ぞや、天国の宝です。この放送で改心してから毎日キューちゃんの夢が出てく、キューちゃんが夢に出てくるようになりました。陰口を言うのをやめました。イエス様の愛が欲しいです。油注ぎを分けてもらい毎日が幸せです。ロリコンが恥ずかしくなりました。3ヶ月ぶりにこの放送を見て笑うことができました。インターネットにつながりました。イエス様を信じたら頭のテカリが晴れるようになりました。生きるのが楽しくなりました。よかったですね。霊的な意味で人生バラ色です。そしりそねみ憤りを悔い改め中です。イエス様を信じて病んでいた精神が癒された、アメン。素晴らしい。自分がいかに罪深いことをしてきたか反省しています。キューちゃん放送を見てると猫が見に来るようになりました。北朝鮮が好きになりました。牛乳を飲むようになりました。この放送でリストカットをやめることができました。よかったですね。占いで人を騙すのをやめました。今日会社に進行以外に楽しみがないと明かしました、アメン。この放送でデリが辞めれました。この放送をクラス全員に進めたらみんな見るようになりました。ゲイという病気が治りました。この放送で病院いらなくなりました。神を信じるようになりました、アメン。教師ですがこの放送を教材として使おうと思います。どうぞ。真面目に働けるようになりました、ゆいがさん。神を信じれば病気が治りますか？神様は病気を治すことができます。油注ぎ中毒になった。学芸会で LTL 音頭を踊りました。毎日乗ったら こんな素晴らしい放送に巡り合うことができた。家族と一緒に見ていますが感動しイエス様に感謝しています。信じてもらえない悲しみから解放されました。イエス様を信じて心の目が開かれた。イエス様に夢で会えました。
信仰を始めてから憂鬱を感じなくなりました。アメン。イエス様に褒められたいです。イエス様を信じれば全てがうまくいくと感じた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン、アメン。嬉しいですね。アメン。アリサって誰でしょうね。アリサ、アリサという方知らないですね。はい、それではですね、ちょっと今日は時間があるので、その祈り、チャット祈りでしたっけ。チャット祈りっていうのがありまして、皆さんがチャットでですね、コメントで祈りを書いてください。そしてそれを私が読んでチャット祈りをしますね。コメント祈りですね。はい、それではですね、皆さん、日本のこと、世界のこと、アルバイバルのこと、イスラエルのこと、自分のことでもいいです。祈り、お祈りしましょう。はい、それではチャット祈り、祈り会、伝道部屋祈り会スタート。一緒に祈りましょう。一緒に祈りましょう。うつが治りますように。日本が領土問題で戦争の罪で世界から孤立しませんように。チケットが来ますように。心身ともに健康になりますように。病気の人が癒されますように。中国と仲良くなりますように。悩んでる人、苦しんでる人、生きる意味がわからない人がイエス様を知るようになりますように。旧の教会が大きくなりますように。ありがとう。日中韓と仲良くできますように。あやぺさん兄弟姉妹が強められますように。自殺者がいなくなりますように。統合失調症の人が治りますように。仕事が見つかりますように。世界にリバイバルが起きますように。天国に行けますように。幸せになりますように。日本人が中国韓国の人に謝ることができますように。政権交代になりますように。竹島が返還されますように。日本にリバイバルが起きますように。電車に飛び込む人がいなくなりますように。日本からリバイバルの輪が広まりますように。平和な国になりますように。ガソリンが安くなりますように。中絶がこの世から消えますように。収穫の働きを働き手を持ってください。皆さんの願いが叶いますように。友達ができますように。福音を聞くことができない人たちが福音を聞くことができできますように。犯罪がなくなりますように。消費税が上がりませんように。リバイバルが起きますように。 LTL からリバイバルが起きますように。子供たちの夢が叶えますように。日本が悔い改めますように。給料が上がりますように。みんなが笑顔になりますように。最高の親友ができますように。イエス様が最高の親友です。生活保護が通りますように。戦争がなくなりますように。躁鬱の友達が癒されますように。年金がもらえますように。日本が霊的な国になりますように。声を出して笑えますように。総理大臣が変えられますように。牧師がいつまでも元気でありますように。神の使いとして恥じないよう日々信仰を学べますように。在日が祖国で差別を受けませんように。うつ病の理解者が増えますように。
優しくて可愛い嫁さんが欲しい。愛せるようになりますように、喜びあふれますように、笑顔が増えますように、就職できますように、天皇にも信仰の自由がありますように。悔い改めます、アメン。日本中に LTL 支部ができますように。大学が卒業できますように。早起きできますように。素敵な彼女ができますように。クリスチャンが増えますように。領土問題が穏やかに解決しますように。明日もこの放送が見られますように。障害年金がもらえますように。働かなくても生活できますように。インフレが起きますように。明日が来ますように。就職できますように。この放送に油注ぎがありますように。会社に行けますように。イエス様を知らず苦しんでいる人が救われますように。すべての人がイエス様を褒めたたえますように。すべての人が救われますように。早寝早起きができますように。友達ができますように。憂鬱な気分が晴れますように。元気になれますように。イエス様をもっと信じれるようにしてください。すべての人が幸せになれますように。油注がれますように。明日もいい一日でありますように。日本に大きな災害が起きませんように。家族が救われますように。自由、平等、平和、正義、博愛、世界人類が平和でありますように。進化論が嘘だと世界中の人が分かりますように。震災が起きませんように。キューちゃんの家族が全員揃って LTL で礼拝できますように。ありがとうございます。戦争がなくなりますように。明日もニコニコできますように。長生きできますように。皆さんにたくさんの油が注がれますように。便秘が治りますように。今日は一つになりますように。美しい心を持つ人になれますように。対人恐怖症が治りますように。今日もぐっすり眠れますように。つまずいた兄弟姉妹が帰ってきますように。リバイバルが起きますように。誰もが安心して寝れる世界になりますように。強い信仰心が持てますように。不登校が治りますように。喫音症が治りますように。すべてのクリスチャンが御霊の一致ができますように。今日も牧師さんの放送が見れることを感謝します。どもりが治りますように。私もどもり治ったんですね。私もどもりだったんですけど治りました。ジタさんが守られますように。すべてのキリスト教徒が結束すること。兄弟姉妹が一つになりますように。家族に平安が訪れますように。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アメン、アメン、アメン。ですね、さっき福音の話をしましたけども、
福音というのは、誰でも救われる、イエス様によって救われる、誰でもその解放されるということですが、ぜひ皆さん、そのあれですね、福音を述べ伝えることがとても大事なんだということですね。福音を述べ伝えることがとても大事だということですね。ですから皆さん、昨日もちょっとやりましたけど、私たちは何のために生きているかというと、その福音を述べ伝えるために生きているんだということですね。私たちも十字架によって救われた、イエス様によって救われた、以前は罪人で、被害妄想であり、恨み節であり、憎しみと、そして恨みで生きていた人生が、イエス様によって心が清くされて、私たちは、解放されたのです、癒されたのです。ですから皆さん、私たちは、誰でも救われて、地獄に行かないで天国に行くようになること、これが一番大事なことなんです。日本においても一番大事であり、世界においても一番大事であり、人間にとって一番大事なのは福音によって救われることです。福音によって救われることです。罪が許されることです。イエス様が全てです。罪が許されることです。神様と和解することです。罪の奴隷ではなく、信仰によって生きることです。悪魔に従う生き方ではなくて、イエス様に従う生き方になること、これが大事なことなんですね。これが大事なことです。皆さんが本当に、この放送に来てくださって、毎晩のように来てくださった方たくさんいます。ちょっとアンケート取りましょうかね。毎晩のように、前にも言ったことありますが、毎晩のように放送を来てくれる方、厳密に毎日じゃなくてもいいんですが、毎晩のように来てくれる方は、はい、1番、ね。毎晩のようではないという人が2番、ね。毎晩のようにってことは、3日に2日ぐらいでもいいということかな。毎晩のように来てくれてる方が1番、ね、たまにしか来ないという人が2番ですね。はい、行きます。どのくらいの方が毎晩来てくれてるのかね。1、2の3、わお、わお、すごい、こんなに多いんですか。 65% の人が毎晩のように来てくれてる、すごいですね。こんなに多いとは思わなかったな。ありがとうございます。サマーさん、ほぼ毎日です。ね、皆さん、皆さんは正解です。大正解です。それはですね、神様を信じて、イエス様を信じてるから、この放送に来ることは、皆さんのためでもあり、イエス様のためでもあり、日本のためでもあるのです。皆さんがこの放送に来るということは、油注ぎを受けるだけではなくて、さっきの祈りのように一緒に祈れることでもあるのです。私たちは日本のために一緒に祈る必要があります。この放送に来るということは、日本を救うために一緒に祈っているということでもあるのです。この放送に皆さんが来てくださるということは、一緒に福音を述べ伝えているということでもあるのです。私一人の、ね、放送ではないのです。皆さんと一緒に伝道している放送なのです。皆さんと一緒に伝道している放送なのです。皆さんの祈りと、皆さんの信仰と、皆さんのそのような忠実な行いが、皆さん自身が天に宝を蓄えて、そして私たちは、イエス様の栄光を表すことができるのです。良い働きなのです。毎晩ですから皆さんもね、毎晩聞くというのも大変だと思うんですね。もう毎晩放送するというのも大変ですが、毎晩聞くというのも大変だと思いますが、でもそれは皆さんの忠実な信仰です。
天に宝を蓄えています。イエス様は喜んでいます。イエス様が喜んでいます。私たちは良い働きを続ける必要があるのです。皆さん、日本にリバイバルが近いと私は信じますが、ぜひ、皆さん、この良い働きを続けましょう。良い働きを続けましょう。9時開始してほしい。それもちょっと考えてるんですがね、9時開始、ちょっとこれもアンケート取ってみようかな。9時にしてほしい人が1、7時でいいという人が2ですね。9時がいい人が1、7時がいい人が2。はい、どっちがいいでしょうか。9時からやってほしい人が1、7時がいい人が2ですね。他の人はどっちかという感じですね。午後9時がいい人が1ね。はい、1、2の3。ああ、9時の方がいいんですかね。9時の方がいい。ああ、9時がいい。社会人は遅い方がいいです。ああ、ほんと。そうですか。じゃあちょっと考えておきますね。ちょっと約束はできませんが、一応考えてみます。9時ね。はい。前にもちょっと聞いたことがあるんですが、なかなか時間を変えるのは難しいかな。はい。じゃあ、9時を考えてみます。もうチケット来ないから遅くてもいいよ。そうですね。はい、じゃあちょっと9時を考えてみますね。祈り会の放送。そう、祈り会の放送ね、もう考えてるんですが。そうですね。すいません、なかなかこう決断ができなくて申し訳ありませんね。6時間、8時間放送。わお。偽予言の時、6時間放送したことあるんですよね。偽予言の時にね。以前はね、2時間放送だったかな。2時間放送とか3時間放送やったこともあるんですけどね。そうですね。またリレー放送してくれる人もいますからね。リレー放送してくれる人がいるといいですね。皆さん、ね、放送してる方はぜひ電動放送しましょう。皆さんの中で、放送生主の方はぜひ電動放送しましょう。一緒に電動放送しましょう。ね、電動放送、ぜひぜひ電動放送して一緒に電動しましょう。一緒に電動しましょう。ね、生主の方結構いるんじゃないかなと思うんですがね。まあ、とにかく難しい部分もあります。とにかく私はですね、皆さんを励まして、まあ、ブログ伝道、スカイプ伝道、ツイッター伝道、フェイスブック伝道、ミキシー伝道、ニコ生伝道、もうとにかく、もう、皆さんのできることで、一緒に伝道しませんか？もうネットはですね、本当に伝道しやすい領域です。誰でも伝道できるみたいな。ね。2チャンネルにコミ貼ってくれても、これも伝道です。本当に皆さん、私、あれです。イエス様を伝えるのです。私ではなくて、イエス様を伝えるのです。福音を伝えるのです。福音を伝える、十字架を伝えるのです。ね。ぜひ皆さん、この、本当に大事なこと。本当に大事なことを、ね。皆さんは皆さんの賜物があります。その賜物を生かして、一緒に伝道するのですね。ぜひ皆さん、皆さんが、どんどん伝道してほしいと思います。それではですね、招きをしましょう。今日の放送を見てですね、本当に被害妄想が治りたい。恨み節が治りたい。いろんな悪い思いを取ってほしい。憎しみが取ってほしい。鬱が治りたい。糖質が治りたい。ね。いろいろ自殺願望は治りたいという人。アメンと言ってください。アメン。アメン。
アメン、なりたい人アメンと言ってください。アメン、素晴らしい。アメン、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 素晴らしい。アメン、多いですね今日は。今日はアメンが多い、素晴らしい。天の父様、あなたは癒し主です。癒し主です。いろいろな病気は霊的な原因です。被害妄想の霊を追い出してください。恨み節の霊を追い出してください。糖質の霊を追い出してください。鬱の霊を追い出してください。イエス様どうぞリスナーの方々を癒してください。いろんな病気を癒してください。いろんな病気を癒してください。十字架の血潮によって、十字架の血潮によっていろんな病気を癒してください。被害妄想を癒してください。対人恐怖症を癒してください。鬱を癒してください。糖質を癒してください。過食、拒食を癒してください。イエス様、自殺願望を癒してください。リストカットを癒してください。イエス様、癒してください。憎しみを取ってください。恨みを取ってください。暴言、暴力を取ってください。幻聴、幻覚を癒してください。がんを癒してください。糖尿病を癒してください。あらゆる病気を癒してください。イエス様、あなたの血潮で癒してください。癒してください。病気を癒してください。癒されたと信じます。皆さん、癒されたと言ってください。癒されました、癒されました。信じるんです。信じます。皆さん言ってください。信じます。癒された、癒された、癒された。信じるんです。言ってください。口で言うんです。癒された、癒された、癒された、癒された。信じます、信じます、信じます。癒されたと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 信じます。イエス様、癒してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アメン。イエス様が言いました。あなたの信仰があなたを癒した。あなたの信仰があなたを癒した、信じることによって癒されるのですね。信じることによって癒されるのです。本当にイエス様は、癒し主です。癒し主です。たくさんの方が癒されました。たくさんの方が癒されました。今日癒された方もいると思います。今日癒された方もいます。ぜひ、信じ続けてください。信じ続けてください。もっともっと癒されます。やはり自分をもっともっと癒されます。もっともっと癒されますね。私も癒されました。私も腰痛が癒されたり、この首が癒されたり、その貧血が私も癒されましたね。自己嫌悪も癒されました。皆さん、信仰によって癒されます、癒されますね。癒されたと信じましょう。癒されたと信じるのですね。信じ続けることが大事ですね。祈り続けて信じ続けることが大事ですね。すぐ治らないからといって疑ってはいけません。信じ続けてください。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン。シャローン。シャローン。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン。